皆さんこんにちは、たつきです。今日は前回の動画に引き続いて30個の質問の残りに答えていこうと思います。で、ハノイは4月の15日にロックダウン解除の予定だったんですけど、それもなくなり、もちろんまだまだね、ちょっと厳しい状況なので、コロナの感染者もまあまあ1日数人、数十人で増えているので、なので1、2週間、まあ、1ヶ月かな、長くて多分今ロックダウン続くんじゃないかなと思います。まずは乱気流に遭ったことがあるか。僕は2月にリリースされたばっかりで、まあ2ヶ月ぐらい働いてみて、乱気流は、まあ、数回に1回のペースでありました。あの、軽いものから結構激しいものまで含めれば。で、1回あの、ギャレーでいきなりあの、めっちゃ強い乱気流にあって、なんかドアの鉢みたいなところに頭をぶつけました。なので、乱気流は多分何回も乗ってれば、あるとは思うんですけど、でも別にその墜落とかの心配もないし、まあ単純にその乱気流、まあ天候の問題で、なんだろう、ちょっと揺れるだけなので、そこまで心配、そこまで大変なことじゃないか。僕はそうですね、10年後もこの仕事を続けたいかと思うと、もちろん続けたいなと思います。あの、前回の動画で僕は高校生の頃にこの仕事に就きたいなと思ったんですけど、実際やっぱ働いてみると、なんだろう、転職っていうか、やっぱこの仕事が自分に一番しっくり合ってるんじゃないかなと思って、うん、なので続けたいなと思います。で、もちろんなんかフルサービス、フルキャリアの航空会社にも興味があります。あと、まあ、10年後は指導だったりとか採用だったりとかマーケティングとかできたらですけど、そういったこともまあやっていけたらなと思います。うん、休日は何をしてるかなんですけど、僕が2月にリリースされたばっかりで、まだあのペイペイなので、休みの日もまあちょっとずつ勉強をしてた感じです。あの、毎回のフライトで、まあ、ブリーフィングの時にパーサーが安全セーフティー関連だったりとかファーストエイドの、まあ、質問を出してくるので、まあそれにちゃんと答えられるように備えてました。で、ベトナムはめっちゃカフェが多いので、カフェに行ったりとか、もうちょっと慣れてきたらちょっとまとまった休みを取って旅行に行きたいと思います。すごい行きたいので。僕はまだヨーロッパに行ったことがなくて、ヨーロッパに本当に行きたいんですよ。 CA になって変わったこと、まあまずは生活リズムかな。あの、今までは月曜日から金曜日働いて、で、土日休みみたいな形だったんですけど、今はもうなんか深夜にフライトがあったりとか、早朝にフライトがあったりとか、まあ、生活リズムはこうバラバラになってくるので、例えば早朝の6時に出発する便とかだと、3時間前に起きて準備とかしなきゃいけないので、夕方に寝なきゃいけなかったりとかしたので、してるので、なのでそれが一番大きいと思います。あと、客室乗務員はやっぱり乗客からこう見られる、常に視線あの見られるので、なんだろうな、もうちょっと前よりかは見た目に気を使うようになったかと思います。これでも、
就活はどのようにしてたかっていうと、僕は既卒で入ったので、新卒のことはちょっと違うんですけど、僕は普通に月から金働いてたので、土日に面接があるようなところを探していて、ずっとで土曜日にたまたまうちの会社の面接が東京であるよってことで行ったんですよ。もう1週間前ぐらいにその採用が出てたっていうのを知って、僕はクルネットってやつかなに登録をさせていただいたんですけど、まあ、そこにで求人が出てたので、まあ、履歴書と証明写真撮って、もう今しかないと思って来ました。意外と土曜日とかに日曜日にやってる航空会社の選考とかもあると思うので、既卒の方でも全然チャレンジできるかなと思います。何歳ぐらいの人が多いかは、結構幅広くて、高校卒業したてみたいな子から、まあ、18歳ぐらいの子から30後半ぐらいのおじちゃんパーサーみたいな人までいるので、結構幅広いと思います。でも中心になる年代は多分20代で、僕みたいな20代半ばぐらいの人もめっちゃいます。なので全然20代後半からでもこう目指そうと思えば全然いけるチャンスがある会社かなと思いますね。疲労回復法は特にやばい、自分で考えといて全然ないんですけど、もうただもう寝ることです。ただ寝て、寝れる時に寝る、きちんと。あと、もうフライトで疲れて帰ってくるのでエネルギーが全然ないので、もう食べたいものを頼んで食べるみたいな。あと同期の子が蒸気でホットアイマスクをつけて寝てる子がいるんですけど、なんかすごいそれもいいなと思いました。あとは帰ってきてすぐに寝るんじゃなくて、まあ、ジムに行ったりとか、まあ、意外と運動してすっきりする、なんだろう、疲れた体が逆になんだろうな、目覚めてよかったりするので、フライト、僕の先輩でフライトを終わって公園に散歩に行く方がいるんですけど、すっごいタグだなと思って、で、なんか僕もそんな感じでになりたいなと思ってます。支度時間はどれぐらいか、支度時間は僕はだいたい1時間ぐらいで終わります。朝じゃねえ、フライトの前に起きて、顔洗ったりシャワーしたりとかしてから、まあ、会社のメールを確認して常に情報をアップデートして、でその日のフライトには何名のお客さんが乗って、機内食は何を頼んでいてとか、赤ちゃんはいるかとか、そういったのを確認して、でユニフォームに着替えてっていう感じなので、1時間ぐらいで終わるんですけど、多分女性の方だと多分2時間ぐらいかかるって言ってたので、もっと長いと思います。言語は何使うか、うちの会社は社内言語みたいなものが英語なので、ベトナム人でも、まあ、外国人の来るとはもちろん英語で話す。でもベトナム語ちょっとでも分かると印象もいいし、すごいすぐ仲良くなれると思うので、これから覚えていこうと思います。留学経験はあるかというと、大学の時に
1年間マレーシアのクアラルンプールの大学に行ってまして、まあ、そこで政治とか、観光学とかもちろんマレー語もちょっとやって、あと都市開発とかなんかマレーシアの、まあ、文化研究だったりとかいろんな科目を取ってました。なので英語留学って感じじゃないけど、まあ、英語またはマレー語で授業を受けるみたいな感じでした。で、僕の周りも留学経験のある人がほとんどですね。でもなんかカナダ自身も英語圏の英語圏の国に留学してるってわけじゃなくって、まあ、韓国とかに行ってる子もいれば中国に行って中国語をマスターして帰ってきたという子もいます。英語はあのその基準の点数とかに達していれば別に留学経験は必要はないので、でもある意味越したことはないと思います。英語を学ぶだけじゃなくってその国の文化とかそのいろんな世界中の国の価値観とかを学べるいい機会なので、すごいいい経験になると思います。ルームメイトはいるかなんですけど、そうですね、基本2人部屋なのでミャンマー人のルームメイトになります。で、僕はあんまり部屋にはいないのであんまり話さないんですけど、まあ1年ぐらい先輩のクルーなのですごく尊敬しております。あとまあ自分で家借りれば1人でもちろん住めるんですけど、まあホテルにいるとオフィスも近いしいいので、まあ、いろんな国籍の人も住んでるし、いい国際交流になります。バッチメイトの国籍、僕のバッチはグループはベトナムの子がだいたい15、6人いて、その大半がハノイの子で、でホーチミンのあたりの子が3人ぐらいいて、あとは、日本人とフィリピンの子かな、6人、7人ぐらいいました。バッチによって全然違って、韓国人の子が数人いるとこでもあれば、ベトナム人全員のところにもあって、でも全員同じ国籍よりすごい楽しかったです。ベトナム人はこういう、なんだろう、こういう人なんだっていうのも分かったし、授業で分かんないことあれば、お互い助け合えたし、ベトナム語とかで分かんないところがあれば。髪の毛は染めてもいいのかっていうと染めても大丈夫なんですけど、なんか規定のカラーがあってここまではいいけどここまではダメだよみたいな。で、金髪は多分アウト、絶対アウトだと思います。で、男の人も多分茶髪とかまでは染めれると思うんですけど、全然今のところ黒髪の人しか見たことないんであんまり染めてる人はいないですね。でも以上。はい、次はフライトスケジュールはどういうふうに決まるのかなんですけど、フライトスケジュールは毎月会社側が決めて、会社側が決めます。なのでその次の月はどのフライトを飛ぶのかっていうのも全然わかんないので結構ワクワクです。国内線もまあレイオーバーはないんですけど、いろんな路線が飛べて、あの路線によって全然なんだろうな、人も乗ってる人のタイプとかも違うので少しずつこう理解してるっていう状況ですね。でもちろんレイオーバーが多かったら、まあ、その分結構フライトが長いので大変ですけど、割とワクワクです。日本人ももちろん人によって性格が全然違うので、もう別に他の国籍の人と働くから難しいところが特にはなくって、で、僕は結構なんだろうな、自己主張をするのが苦手な性格だったし、今でもまあちょっと苦手意識はあるので、でもだからこそまあ自分から挨拶するようにしたりとか、自分からこう
いつ入社したのとか簡単な質問でいいから、その他のクルーに話しかけるようにしてますね。はい。で、なんでこの会社に入ったかなんですけど、まあ一つ目に、まあ僕はさっきも言ったんですけど、東南アジアに留学してたのもあって、東南アジアがめっちゃ好きなので、で求人サイトに載ってたのが、まあ、ベトナムで働けるってことで、あ、東南アジアに戻れると思って、でまあ受けてみようかなと思ったのがきっかけですね。もう一つは、まあ、正直この会社の面接を受けるまでこの会社の存在を知らなかったんですけど、まあ面接の前にこう調べていくうちに、すごく、まあ、LCC の中でも新しい割にはすごく大きい会社だし、勢いのある会社だなと思って、すごく今後が楽しみだなっていうのもあって、路線も今後どんどん増えていくだろうし、で敏腕女性社長がいらっしゃって、まあ、その下でこうどういう成長をしていくのかなっていうのが、まあ、興味があって、そんな感じかな。あと制服はちょっとアイドルっぽいんですけど、男の制服なんだろうな、あと結構エネルギッシュで元気な感じの航空会社、すごいそのブランドイメージっていうか、それもいいなと思ってました。はい、これで多分30個の質問終わったと思います、うん、まあ自分で考えて自分で即興で答えた感じなので、十分な回答にはなってないこともあると思うんですけど、またなんだろう、もっと聞きたいなっていう質問があれば質問してください。はい、これで今回の動画は以上です。ありがとうございます。